西東京ラーメンクラブ。いらっしゃい、西東京ラーメンクラブの杉です。はい、ということで8月に、ね、なって夜もね蒸し暑いんですけども、本日もラーメン二郎の全力制覇をやっていきたいと思います。ということで本日来てますのは、はい、こんな感じで、東武スカイツリーラインの越谷駅にやってきております。越谷にね来るの結構僕自身久々なんですけども、まあ、越谷ってね、例えば名元素さんとか、マルティン本舗さんとかわさびさんとかね、個人的にも好きなラーメン店が集うエリアであるんですけども、本日そんな越谷でですね、ラーメン二郎全店制覇の、折り返し21店舗目ということで、今回行きますのはラーメン二郎の越谷店さんでございます。でラーメン二郎のね越谷店さんは僕2度目の訪問なんですけども、2019年の3月10日にオープンした平成でね最後にできたラーメン二郎でございまして、かなりね二郎の中では広々とした店内、そして、明るい照明とかもね清潔さもあって非常に居心地がいい、店舗の一つなんですけども、そんな越谷店さんの店主さんはですね、三田の本店で修行した後にですね、湘南藤沢店さんの方で、まあ、助手を務めた方ということで、オープン当日はですね抽選で100名のみの提供にもかかわらず、たくさんのね人が大殺到しまして、さすがねラーメン二郎っていうのを埼玉県に見せつけたラーメン二郎でもございます。そしてかなりボリュームも多い部類に入るお店でございまして、小ラーメンで 350g で、そして大ラーメンでね 550g という、なかなかの量がある店舗でもございますので、まあ、初心者のね方は、まあ、大ラーメンの注文が禁止であるとか、あと結構麺少なめとか麺半分とかでね注文する方も多い店舗でございます。ラーメンはもう醤油の切れが効いたね貧乳化のスープで、そして大きい豚とクタ野菜と、結構ねジロリアンからも評判がいい店舗でございますので、早速ねお腹空いてるんで調査しに行きたいと思います。そして埼玉県内今回でラーメン二郎全店で終了するはずでございますので、今から行ってきたいと思います。レッツゴー。ちなみに店主さんはね、今はない新小金街道店さんの方で暫定店主をねされていた方ということで、そこも面白いポイントでございます。どうぞ、もうすぐで到着です。さて見えてきました。早速ね並んでいきましょうか。西東京ラーメンクラブ。はい、ということでラーメン二郎の越谷店さんにやってきてるんですけども、基本情報はこんな感じです。こちらの店舗は日曜日はお昼のみの営業で、そして店内での撮影ルール等もございますので注意してください。でそしてお店はまだ開店して約1年半ということで、非常にね綺麗で、清潔感をね感じる店舗でございます。でそして自動販売機はこんな感じです。いつも通りサントリーの自販機が置いてありまして、たくさんね黒ウーロン茶も売っております。でメニューがこんな感じです。小ラーメン、小豚、大ラーメン、大豚、生卵、そして汁なしがございます。で初めての来店の場合は大ラーメンと大豚の注文が禁止で、そして生卵はですね別皿での提供で、また汁なしにはですね生卵がついてくるということで、太っ腹なねメニューでもございます。でこちらの店舗ですね、店内待ちの時になんとベンチに腰をかけながら待てる店舗でございまして、長時間並んだ後の疲れをですね癒せる店舗でもございます。で基本はですねこちらで座って待っている時に麺量などをね聞かれます。で着丼でございます。今回コールはニンニク野菜でオーダーしました。でかなりの野菜量で もはやスープが見えないくらい野菜が盛られておりまして、非常にねインパクトがあってめちゃめちゃ食欲をそそります。でスープはですね非乳化でもう加熱し醤油の良さがですね全面に出てた非常にバランス型の優れたスープです。で野菜はですね絶妙な茹で加減で、もやしとキャベツの比率は8対2ぐらいでですね、もうキレのあるスープとよく合います。で麺なんですけども、ちょい硬でもちもち平打ちのね太麺でございまして、もう小麦の味で、そしてね程よく吸ったスープのコクをですねもう一気に感じることができる素晴らしい麺でした。でなおですね量がですね小ラーメンで 350g で、大ラーメンで 550g ということで、二郎の中でもですねかなり多めの部類に入るということでですね、もうめちゃめちゃ食べ応えを感じます。
で豚なんですけどもかなり大きくてですね、しっかりと醤油の味、そして豚本来のですね旨味も十分に楽しむことができる豚だけどもうまうまなね豚でございます。このしっとりとした、ね、食感で脂身もプリッとしていて、噛むたびにですね甘みが口の中に広がります。で以前もね紹介したんですけども、こんな感じで豚にホワイトペッパーとかブラックペッパーをねかけていただくとですね、よりスパイシーでかつ飽きずにね食べることができるので、そのまんまですねもちろんのこと、こんな感じで豚の味変をねしていただくのもめちゃめちゃおすすめです。でかなりねゆとりのある店内でもういい意味でですね二郎をあんまり感じさせず、女性の方とかもねちらほら来店されている店舗でございまして、僕自身もねお気に入りで非常におすすめの店舗でございますので、ぜひ皆さん行ってみてください。こんな感じで完食です。めちゃめちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでラーメン二郎の越谷店さんを食べてきたんですけども、めちゃめちゃ美味しかったです。一昨日個人的にバイト終わりに目黒のねラーメン二郎に行ったんですけども、やっぱりこうやって食べてみると全然ね味が違うなって改めてね気づかされる一杯でございました。ここの店舗と違ってね、なんかスープにすごいコクのようなものを感じたりね、あと歯応えがねしっかり残されていく野菜とか、そしてめちゃめちゃでかい豚とか、どれをね取ってもめっちゃ美味しいってね思える店舗でございました。なんかね語彙力が広くて申し訳ないんですけど、久々に行ったんですけども、改めて個人的に結構いいなと思う店舗でございました。はい、ということでこんな感じでラーメン二郎全店制覇21店舗目の、越谷店さんということで、まあ、ついにね折り返したということで、あと半分ねどんどん頑張っていきたいと思います。そして埼玉県内3店舗目で訪れた大宮公園駅前店で、14店舗目で訪れた川越店さんで、今回21店舗目の越谷店さんということでね、埼玉県内の二郎3店舗クリアでございます。千葉県と埼玉県がね達成できたということで、あとね結構鬼門なのが神奈川県で、そして東京都なんですけども、この先もねどんどん頑張っていきたいと思います。はい、ということでこんな感じでいろんなラーメン結構紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とそれではよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。 そしてね2017年に現在のね場所に移転した店舗ということもあって、非常にですね店内が綺麗な、お店でございまして、千切り生姜をあの濃いね味のスープと合わせることによって、あっさりしたね風味も味わえて非常に、おすすめのトッピングだそうです。